出たとこ勝負の無計画男と実際組まされたらたまったもんじゃないけど、うんうん、私が届けるって言ってるでしょ。邪魔しないで離してよ行かなきゃお父ちゃん離してよ殺されちゃうんだよあたいのお父ちゃんが。この子は海たぬきのヌッキーよ。何にでも化けられるんだから。タヌキが喋った。海賊本当なの？ありがとう。いただきます。貴様の未来は検索済みだ。アプリアライズした俺は一味違うぜ。行くぜ。ネットの海をディープサーチ。どうしたのルミ、お腹でも痛いの？あなたのこともっと知りたいな。だって面白そうなんだもん。見るからに怪しい格好したりして、その帽子も変わってるよね。ごめん待った。私に勝とうなんて10年早いわよイカちゃん。だから砂漠の人に見つかる前に新しいプリキュアの力を借りて心の大事を守りたいでしゅ。ポプリはもう3人目のプリキュアを見つけたでしゅ。俺大食いだから。ありがとう、すごい嬉しいよみんな。わかった、ありがとう。俺だったら緩急をつける。ねえねえ、トーマくんもアグちゃんみたいな子いるの？かわいい。あ、それじゃなくって、私ね、花火が見たい。夜空にバーンって打ち上がるの。糸巻ゆいのです。よろしくお願いします。私もやってみる。難しいよ。私も将来忍びになるって決めてるから。パパラパパパパパパ